皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介するのは人気のクオリタスシリーズよりクオリタス大島のご紹介です。初期費用は500円。2022年12月地区の鉄筋コンクリートゾーンマンション、2ヶ月分のフリーレント付きで契約できるお部屋を発見です。はい、募集されている賃料、管理費といった条件はそのまま、初期費用を鬼引きして皆様にご紹介いたします。素敵なエントランスですね。今回は前半 1LDK タイプ、そして後半は 1DK タイプをお流しいたします。とても素敵なお部屋でしたので、ぜひ皆さん最後までご覧くださいませ。はい、前半撮影するお部屋にですね向かいます。はい、スクリーンショットタイムです。はい、右側のですね間取り 1LDK タイプを前半お流しします。それではルームツアースタートしていきましょう。はい、32.06 平米の 1LDK タイプですね。リビングダイニング部分 9.3 畳、洋室部分 1.7 畳です。 3.7 畳ですね。そしてですね、こちらのお部屋はルーフバルコニーがついています。はい、このようにお部屋探しのハートサポートはですね、初期費用がとてもお得なおすすめ物件を YouTube 上で最速でご紹介したいということで、多少雑な編集になってしまっている点あるかもしれませんが、そこはご愛嬌でお楽しみくださいませ。はい、クローゼットですね。こちらペット飼育相談可能な物件です。詳細についてはお問い合わせくださいませ。はい、立地はですね、東京都江東区大島7丁目にございます。こちらのクオリタス大島、都営新宿線の大島駅まで徒歩7分という立地です。周辺環境も調べています。コンビニはですね、ファミリーマートが近くにあり、スーパーはダイエー、マルエツ、ピーコックストア、OK などがございました。はい、2口ガスコンロのシステムキッチン、料理がしやすそうですね。はい、こちらのクオリタス大島もですね、賃貸トレジャーハンターで公開いたします。 YouTube アップ日翌日以降ですね、賃貸トレジャーハンターに反映しておりますので、ぜひ皆さんご覧くださいませ。アップ前にですね、詳細資料ご希望の方は LINE 公式アカウントから直接お問い合わせくださいませ。はい、水回りご覧いただいています。またインターネットの利用料無料、駐輪場がございますね。駐輪場月額330円、税込み利用料と記載されています。賃貸戸数41戸、地上5階建ての鉄筋コンクリートゾーンマンション、クオリタス大島をご覧いただいています。フリーレント2ヶ月付きで初期費用500円。先に内訳説明しておきますと、2ヶ月分の賃料、管理費、保証会社の初回利用料、そして1年分の保険料が入って初期費用500円です。
はい、トイレですね。 1LDK タイプ全体をご覧いただいています。はい、収納も非常に充実しています。非常に使い勝手が良さそうなお部屋ですね。後半は 1DK タイプをお流ししていきます。それでは動画後半に続きます。素敵なお部屋でしたね。こちらの物件の詳細資料につきましては賃貸トレジャーハンターで取得することが可能です。ぜひ皆さんご活用くださいませ。それでは動画後半に続きます。はい、後半は 1DK タイプ 27.35 平米のお部屋のルームツアーをご覧いただきましょう。同様に2口ガスコンロのシステムキッチン、ダイニング部分6畳、洋室部分 4.3 畳。設備ご紹介いたします。バルコニー、エアコン、浴室乾燥機、2口ガスコンロのシステムキッチン、独立洗面台、室内洗濯機置き場、クローゼット、オートロック、宅配ロッカーとのことです。はい、後半 1DK タイプはさらっと全体を見ていただきましょう。そうですね、収納が多い物件ですね。1LDK タイプ、1DK タイプ選べる間取りとなっています。クオリタス大島、ご検討いただける方多いのではないでしょうか。人気のクオリタスシリーズのご紹介でした。今回のルームツアー動画は以上です。次回のルームツアー動画もですね、皆様お楽しみにお待ちくださいませ。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのアートサポート。